はい、池田です。This is art。 これは芸術です。ということで、昨日のニュースかなんかで、タイム誌っていう雑誌があるらしいんですけど、そこで世界で最も影響力のある100人っていうのに、伊藤詩織さんっていう人が選ばれたんですよね。で、この件に関して、僕ははっきり言って真実は分かりません。でも、メール、この人、被害者とされている伊藤さんという人と、加害者とされている山口さんという人のメールのやり取りとかも、インターネット上に出回ってるというか、そういうのを見ても、はっきり言って、どっちが本当のことを言ってるのかとか、わからないんですよね。状況的には、こっちの人の方が有利だなとか、気持ち的にはこっちの人の味方、こっちの人の方が本当のこと言ってるっぽいとか、そういうのはあるんですけど、僕らこの外野の人たちからしたら、どっちが正しいかなんて絶対判定できないんですよ。その場面を見てないし、そのことを体験していないので。その当時のことを知っているのはこの2人だけなんですよね。それなのに、なんというか、何らかの思惑みたいなのが、こううぞうむぞうみたいなのが周りにいっぱい湧いてきて、それでこの問題がものすごくややこしくなったり大きくなったりしていって、挙句の果てにこのタイム誌っていう、このタイム誌っていうのは、なんか僕ら一般の人間からしたら、なんか権威があるような雑誌のように思えるんですよね。僕もよく知らないんで、どんな雑誌かも全くわからないんですけど、何かしら権威がある雑誌でそこに選ばれるっていうのはものすごい、こう名誉なことなんだっていう風な雰囲気を受けるんですよ。こうその報道を見たら、それをその報道でこの人が選ばれましたってされてしまうと、その権威のある雑誌、権威があるものっていうのは正しいことを言ってるんだって思うんですよね、人々っていうのは。なんかなんていうんですかね、何でもそうなんですけど、例えばグラミー賞のなんとかに選ばれたとか、なんかものすごいそのノーベル賞に選ばれたとか、そういう権威があることに選ばれたりすると、人々ははーってなるんですよ。それが何なのかは全くわからないんですけど、何かすごいことなんだろうっていうふうに思うんですけど、なのでそれ正しいことなんだって思うと思うんですよね。なのでタイム誌からしたら、この伊藤詩織さんっていう人が主張していることが正しいことなんだっていうふうなお墨付きを与えたかのように見えるんですよ。まあ、どういう理由でこの100人に選んだのか知らないんですけど、でもそういうふうな印象を受け取ってしまうんですよね。でも本当に誠実な、このタイム誌っていうのが誠実な態度であるなら、わからないものをそんなふうに選んでしまっていいのかなと思うんですよ。わからないんですよ、見てないので。どっちの意見が正しいのか、完全に対立しているので、この主張していることが、なんかどっちが正しいか全くわからないんで、僕らからしたら、僕らっていうか普通の態度からしたら、そんなん知らんやんっていう みんな知らんやんみたいな、タイム誌もお前知らんやろっていう話なんですよ。なのにそういうのを選ばれていたり、こういうことっていうのは世の中にものすごくいっぱいあるんですよね。どっちが正しいとか、そういうのがはっきりしていないし、はっきりできないことなのに、あたかもこちらが正しいんですよっていうふうな風に、この世界っていうのが進んでいってしまうっていうんですかね。そういうふうにこう進んでいってしまって、なんか、なんていうんですか、本当の真実っていうのがもう隠れたままの状態になっているみたいな、そんなことってよくあるんですよね。僕の好きなフラットアース説っていうのもそういうのがあるんですけど、僕は地球は球体だろうなと思ってるんですけど、世の中にはフラットアースっていうことを主張している人がいるんですよね。地球が平面である。で、その人たちの主張を見てみると、至極真っ当なんですよ。もう論理的なんですよね。でも僕ら子供の時から球である、科学的に確かなんだ、もう絶対球なんだって
思わされてきたんですよね。でも僕はこの目で見てないんですよ、地球が球体であるっていうことを。それなら球かもしれないけど僕はどちらか分かりませんっていう態度が本当なんですよね。いくら映像で見ても宇宙から帰ってきましたよっていう人がいたとしても、そういう人のインタビューを聞いたとしても、その人信用できないんですよ。僕からあまりにも遠い人間なので。僕の友人であるとか僕の兄弟であるとか、あるいは自分自身っていうのが、まああのイーロン・マスクのロケットにも乗せてもらうなりなんなりして宇宙をまで出て、それを見下ろした時になって初めて地球は球体であったって言えると思うんですよね。そうしないとわからないんですよ、上から見下ろしてみないと。あのそういうことなんですよね。なんかそうやってあやふやな、何が真実かがわからない状態なのに、こういう権威のありそうな雑誌っていうものがそれを決定してしまう。 NASA とかなんか科学、地球、世界の科学のこの最先端みたいなところが言ってることは確かなんだって思いがちなんですけど、そこも一歩こう引いて見てみることの方が僕は世の中が面白く見えると思うんですよね。それでなんか僕はいろんなことを疑うんですけど、まあ僕はこうアートっていうことを This is art ってやっているので、その常にこういろんな人のアートを疑っているというか、自分のこのアートこそが本物のアートなんだって思いながらやっているので、なんていうんですかね、まあそんなことを思いました。このタイム誌、世界で最も影響力のある100人っていうのに選んでしまうっていうことですよね。で僕らこのそういうの知らない人からしたら、そういう権威のある雑誌が選んだんだ、ははすごいみたいな感じになるんですけど、こんなことってあっていいんですかねっていうふうに思いました。どっちかわからんやろ、お前タイム誌の人をこれを記事にするってした人も、お前知らんがなっていう話なんですよ。お前見たんかみたいな。その本人が言ってたからって本人が本当のこと言うかどうかわからんやろっていう、そういう話なんですよね。そうなんですよ。地球は球である、絶対球だって言ってる人も、お前見てへんやないかっていう、もう それで終わりなんですよね。いろいろ言われてもそうなんですよ。見てやっと言えると思うんですよね、そういうのっていうのは。なんかそんなことを思いました。プー以上、この話面白かった人はチャンネル登録お願いします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いいねボタンもよろしくお願いします。